また出やがった。イド、これはアンラマンユの一部らしい。まずは小さい機械を判定する。分かった。今は前へ進もう。遅くしまった。この手続いて。当然だ。次も合わせるよ。逃がさん。走る。とりゃヒールウィンド。俺がやる。今の良かったじゃない。頼りにしている。レジンヌ年かけだ。どれだけ倒せばいい。みんなのおかげで。頼りにしてます。本当にね。それも良いわ。舞い踊りなさい。バカな。ここからだ。奪い取る。使わせてもらう。シルエット火炎。ここだ。これで落ちろ。今の良かったよ。さらに高めは頼りにしてるんだから。影を倒していてもらちが開かない。強引にこじ開けるぞ。心配かけてごめんね。甘い。遅くす。真の万象。やったぜ。通れるようになったぞ。まだまだ先は長そうだな。厄介なもん作りやがって。慎重に進みましょう。何が起きるか分かりませんから。そうか、使えるか。さっきの黒いフラカーンも影だったんだ。あれはこの空域を漂う力と記憶の影。それはつまり聖少獣の偽物のようなものということだろうか。うん、ここは空間が揺らいでいるから、その影響で生まれてきたんだと思う。影のような聖少獣そのものを投影するなんて、この塔がそれだけ大それた代物であるということかしら。もらっておく。加わるとハゼリだね。位置取りに気を配りながら戦いましょう。了解だ。忙しい相手だぜ。助かった。ナルメアさん、切り捨てる。ご長寿、絶滅か。ごめん、さえよ、刃。せーの、エアロデトネーション。ありがとう、ビー。
さんを頼ってもいいからね。なんだ、妙な動きを。大丈夫か。このままでは動けないわ。危険よ。分かっちゃいるが、どうすりゃいい。その槍は面白そうじゃねえか。おめえは、お前らの行き先、まだまだ面白い試合がてんこ盛りじゃねえか。裾分けしてくれよ。なんだなんだ、今度はあいつが標的ってば。そのようだな。であれば、これ以上なくってこれ強いな。どうだ。協力してくれてるのね、多分。悪くはなかった。止められて悪いはしないわね。ウラさん、はい、敵の動きに集中しましょう。まだまだ、そう簡単にはやられないわよ。大丈夫か。ハハハ、遅い。
奪わせ、逃した。これで倒せ。決まった。よーし、次の本気で剣道長乱。これでおしまい。さようなら。逃さん、よし、ダンサーちゃん止めます。ここは任せろ。星神もどきとの試練ってのも熱くなってきたぜ。いや、燃える寸前なんだが、分けてもらいたいくらいだ。みんなのおかげね。また氷の棘を出すれば優先して破壊しよう。そうでなければ本体を叩くぞ。無駄だ。バカな。リードが危ねえ。無理しないで。すごい。来る、気をつけろ。違うだろう、移動を。こうすんだよ。なるほどな。はちゃめちゃかよ。ありがとうございます。右腕を打ちかます。思いっきりなっちゃった。警戒しろ、仕掛けてくるぞ。無駄だ。かました
先に行っててくれや。で、ここで寝るのかよ。礼を言う、ガランザ。イド、君はあの教団の中にいて、なぜあそこまでルリアを守ることに向き合ってくれたんだ。初めはただの命令だった。救世のためにルリアを守れと。その目的はルリアちゃんを使い、各地の聖少女の力を吸い上げ、アンラマンユの封印を解き、リリス自身の身勝手な願望を叶えるために、同調しない他者全てを犠牲にしようとしている。母を信じて尽くした人生、救世のためにと練り上げてきた誰かを守るための力、その全てはリリスの嘘を手助けするためのもので、俺の心のありようも無意味だったと思うと許せなかった。だから今度こそ自分の中の本当を信じてみたくなった。ルリアを守り抜くことでそれが証明できるはずだから。おう、嫌な静けさね。持っていく。守ってみせる。私の力が役に立つなら。お気をつけて。はっ、いい感じね。なんだ？下の方から不気味なドロドロがせり上がってきてるぞ。何かわからねえが、飲まれたらまずいんだろうな。触る気も起きねえがよ。この気配、フォンダームの聖少女が。おい、冗談きついぜ。こんな状況じゃ戦えねえぞ。行き止まりだと。うわ！
及びません。あ、お前は。安心するのはまだ早いですわ。来ますわよ。と言ったな。どういう風の吹き回しだ。気を通してくれんのはありがてえがよ。お前さんも試合しに来たのか。ガランチャ将軍と一緒にしないでくださいまし。これは私たちの誇りのもの。我ら花種の一族を退けた強者にこのような場所で果てられたは夢見が悪いですから。敵となると恐ろしいが、見事な剣の舞だ。これほどの魔剣の使い手は初めて見た。詳細はありがたく受け取りましょう。ですが、こんなものではありません。ハマサネの技は、空を救う一助となるのです。知る。披露いたしましょう。ごきげんよう。源氏の鎌。出番ないな。別れです。別れちゃった。誰だ？落ちろ。
分かっている。もっと集中しなきゃ。真理万象決戦。団長、ここで決めるね。長めやさん切り捨てる。誇張人雪月花一気に攻める。ごめん、目が渡らない。そういうことだ。ひらめけケイオスタイド。ごきげんよう。感謝。みんなのおかげだね。やったやったれ。いきますわよ。さようなら。伊藤さん、野賀さん、とどめる。
勘違いなさいませぬよう。これはメンツの問題ですから、感謝などいただかなくても結構。それではごきげんよう。無造無造切り捨て。なんとか命拾いしたな。マギラフリラが来なきゃ今頃溺れちまってたぜ。あそこから出られそうだ、行こう。源氏のごとく頭上が開けてきたな。もうすぐ頂上か。やっぱり気に食わねえ色してるぜ、あの空。こんなの喜んでるのイリスだけよ。いただきます。最後の戦いになるだろう。準備は万全にな。